あなたは自信を持って日々を過ごしていますか？このように問われた時、あなたならどう答えるでしょうか？自信満々に日々を過ごしていますと答えられる方はおそらく少ないでしょう。また何事にも自信満々に取り組んでいる人の姿を見ると羨ましく感じる方は多いのではないでしょうか。そしてそのような人と自信を持てない自分を比較して、自分はどうしておどおどしているのだろう、所詮自分は小さな器の人間なんだと思い込んでしまっている方も多いのではないでしょうか。本書では自信を持てずに日々を過ごしている方に向けて、自信とはどういうものなのかということを考えながら自信を作る方法を紹介します。誰でもどのような状況でも、ちょっとした考え方次第で自信を作ることができます。そして一度コツをつかんでしまえば、乗り越えなければならない課題が現れた時にきっと自信を持ってその課題に取り組めるようになるでしょう。今回は自分に自信が持てず歯がゆく日々を送っている方が少しでも参考になればと思い本書を執筆しました。自分主導で納得のいく自信あふれる人生を送れるようになってみませんか。第1章、自信とは何なのか。自信があるように見えるあの人は、自信満々だと見える人と、自信が持てない自信がなくて不安だという人とでは何が違うのでしょうか。この章ではその違いを踏まえながら自信を作るための方法を考えていきます。自信がある人は自分ができることとできないことを知っている。そもそも自信とは一体どのようなものなのでしょうか。また自信がある状態とはどのような状態なのでしょうか。それは自分はできるという強い意志のことで、自分を信じることができる状態のことです。そのため自信がある人は自分はできるんだと自分を信じているので、堂々としているように見えます。それでは自信を持っている人はどうして自分はできるんだと自分を信じることができるのでしょうか。それは自分ができることとできないことを知っているからです。ある課題に直面した時、同じような課題に遭遇した経験があれば、自分ができることとできないことが分かっているので、初めて直面する時よりも心にある程度ゆとりを持つことができます。その心のゆとりが自信につながります。ここで注意したいことは、自分ができることだけではなく、できないことも同時に知っておく必要があるということです。自分ができることとできないことを受け入れ、よしとする。しかし、ただできることとできないことを知るだけでは、自信を作ることはできません。自信を作るためには、自己肯定をすることが大切になります。では、自己肯定をするとは、どういうことでしょうか。第2章で、具体例を挙げますが、自己肯定するとは、今の自分の状態をよしとし、今の自分を認めることです。できることもできないことも、今の自分はこうなんだと、その状態を認識して受け入れ、よしとするのです。できたことは良しとしやすい、何事にも言えると思いますが、できたことを良しとして受け入れることは抵抗なくできると思います。これはできた、安心できる、ここまではできたから次に進もうというように、できたことに対しては否定や疑問を感じることはあまりないでしょう。できたことに目を向け、できたことはできたとし良しとする。もし次に同じような課題に向き合うことがあっても、前回できたところまでは自信を持って取り組むことができるでしょう。なぜならできた経験があるのですから。つまりできたことを良しとして受け入れることは自然にできることなのです。できないことは良しとしにくい。一方、できないことを良しとすることは抵抗を感じる方もいるでしょう。もしかするとやる気や向上心がないのではないかと思われてしまうかもしれません。しかしそうではなく、できないことをできないと認識してその状態を受け入れることが大切なのです。真面目な人ほどもう少しあれができたらというように、できないことに目が行きがちになります。そのため良しとすることが来ず、できないことにとらわれてしまい悩み込んだり、また失敗したらどうしようと恐怖心を抱き、自信を持つことから遠ざかってしまうことになってしまいます。できることとできないことを分離して捉える。そしてできなかったことにとらわれすぎると、できたことに目がいかなくなってしまいます。できなかったことで頭がいっぱいになってしてしまい、できたことを過小評価したり、もしかしたら全く認識しない方もいるかもしれません。自分はできなかったという意識だけが強く残り、時には自分を責めたり卑下したりし、できたことを意識から弾き飛ばしてしまう方もいるかもしれません。しかし、今の自分の状態を良しとするためには、できたこともできなかったことも一緒に良しとする必要があります。つまり、ここまではできたけど、ここからはできなかったというように、できたこととできなかったことをセットで認識し受け入れるのです。そして、できなかった課題に再挑戦する場合は、今の自分にはここまではできるけど、ここからはできないから仕方がない。できないところは少しずつできるように努力しようとすれば良いのです。そうすれば少なくともできることには自信を持って取り組むことができます。なぜならできた経験があるのですから。第2章、自己肯定とは何なのか。
自信を作るためにはできたこともできなかったことも両方を受け入れ、その状態を良しとする必要があります。それは自己肯定をするとも言えます。この自己肯定を常にしている人が自信がある人に見えます。この章では具体例を用いながら自己肯定感を高める方法について考えていきます。自己肯定をするためには今の自分を良しとし、良しとしたことを続ける。自己肯定とは読んで字のごとく自分を肯定することです。つまり今の自分を良しとすることです。何か課題に取り組んだ時、できなかったことばかりに目を向け、こんな自分はどうしようもない力がない、どうせできないという思いを持つことがあるでしょう。そのような時、同時にできたことに目を向けられているでしょうか。これはできなかったけれど、あれはできたと、第一章で述べた通り、自信を作るためには、まず、そのできたことに関してはよし、とし、A はできなかったけど、B はできた。少なくても B はできるからよしとしようと、今の自分を認識し受け入れることが必要になります。その上で、よしとしたできたことを続けてみてください。確実にできることを続けるのです。すると、できた経験を積み重ねることになり、それが自然に、自己肯定感を高めることにつながります。前回はできた。今回もできた。俺、やるじゃんと、目標が遠いと、物事は続かない。例えば、あなたは会社に勤めながら、資格を取るために、勉強を始めようとしているとします。日中は仕事をしているので、帰宅後や出社前など、隙間時間を見つけて、勉強に取り組もうとするでしょう。そして、いざ勉強時間を作っては見たものの、机に向かう気が起きなかったり、分厚いテキストを開く気になれないなど、意気込みとは、裏腹に気持ちや行動が伴わず、いつの間にか、資格の勉強から遠ざかってしまった、という経験がある方も多いのではないでしょうか。なぜ、そのようなことになってしまうのでしょう。それは、目標が遠いからです。遠い目標から逆算し、近い目標を見つける、資格を取得するということを、漠然と目標として定めた場合、具体的にやることや、スケジュールなどを立てずに、とりあえず、なんとなくテキストを眺めるということはないでしょうか。膨大な勉強量が必要であったとしても、その量の多さに圧倒され、今、何をすべきかということを考えられないことがあると思います。そのような時は、資格試験に合格するという遠い目標から、逆算をすることで、今、何をすべきかという近い目標を見つけ、具体的にすべきことを見つける、ことができます。それでは、実際に逆算をして、今、すべきことを見つけてみましょう。逆算開始。資格試験で合格点を取るためには、200ページのテキストを、5回読もう。そのためには、1回を1ヶ月間で読もう。そのためには、1週間7日間で、50ページ読もう。そのためには、1日で8ページ読もう。上記のように、資格試験で合格点を取るという遠い目標から、逆算をすることで、テキストを1日で8ページ読むという今、すべきことを見つけることができました。今、すべき近い目標ができなかったら、即、すべきさらに近い目標を見つける。しかし、テキストを1日で8ページ読むということを逆算することで見つけたにもかかわらず、実際に取り組もうとすると、なかなか気分が乗らないこともあるのではないでしょうか。そして、自分は勉強が続かない意志が弱いんだ、向いてないんだ、と思い、自分を卑下してしまうこともあるでしょう。そのような時は、まだ1日8ページを読む段階に達していないだけで、自分を卑下することはありません。1日8ページを読む段階ではないということを認識し、受け入れれば良いのです。そこで、1日8ページを読むという今、すべきことから、さらに即、すべきことを、改めて逆算をして見つけてみましょう。逆算開始。1日8ページ読むためには、勉強時間を1時間取る必要がある。現段階では、1時間も机に向かうことは難しいので、30分間、机に向かうことを目標にしよう。30分間でも厳しかった。では、10分間を目標にしよう。10分間も、机に向かえなかった。それどころか、テキストを読むこと自体に、抵抗を感じる。テキストは開かなくても良いから、毎日、テキストを前に座るということを目標にしよう。上記のように、トライアンドエラーを繰り返しながら、できなかったことも良しとし受け入れ、逆算をすることにより、目標の修正を行い、毎日、テキストを前に座るという即、すべきことを見つけました。そんなことを目標として良いのかと思われるかもしれませんが、毎日、テキストを前に座る段階をクリアしないと、次に進むことはできませんので、この今の自分の状態を良しとして、受け入れましょう。良しとして見つけた即、すべき近い目標を続ける、テキストを前に座るという即、すべきことを見つけたら、それを良しとして続けましょう。何回か繰り返すと、それが日常の中で、当たり前にできることになってしまいます。そして、テキストを前に座ることができる自分を良しとし、褒めてあげてください。テキストを前にして座った。俺、やれるじゃんと、テキストを前に座ることを、当たり前のように続けられるようになったら、テキストを開いて、8分間読んでみてください。それを繰り返すと、8分間テキストを読むことが当たり前のことになり、自分にとってできることになっています。
そして再びテキストを前に座り、8分間読むことができる自分を褒めてあげてください。その後は同様に少しずつ時間やページ数を伸ばしていくと、最終的にテキストを読み終わっているでしょう。できた経験が増えれば自己肯定感が高まる。このようにできることが増えれば増えるほど、自分を良しとし認める機会も増え、自己肯定感が高まります。ここまではできると自信を持って取り組むことができるようになります。つまり自信を作るためには、自己肯定感を高めるできた経験を積み重ねることが最大のポイントになるのです。しかし前述した通りできたことを認めるためには、できなかったことも認め受け入れる必要があることを忘れてはいけません。第3章、できないことは諦める。第2章で、できなかったことを認める必要があると述べました。その上で、できないことは思い切って諦めることにより、今ここでできることを見つけ自己肯定感を高めることにつながります。できないことを認め受け入れる。何か課題に直面した時、できたこととできなかったことが出てくるでしょう。できたことはできたので、それを良しとすれば良いのですが、できなかったことには目を向けたくないかもしれません。しかし、できなかったと認めた上で、よしとしてください。ただし、今の自分にはということを頭に置いてください。今の自分にはできなかったと。大切なことは、何ができて、何ができなかったのかを明確にすることです。できなかったことを分析し、少し頑張ればできることを次の目標にする。できなかったことを受け入れ、何が原因でできなかったのか、どこまでだったらもう少し頑張ればできるのか、というように分析を行いましょう。そしてもう少しだけ頑張ったらできそうなことを次の目標に定めます。こと次の目標が第2章でも述べた、さらに近い目標にもなります。できないことにはとらわれず諦める。できないことを分析して、少し頑張ればできることを見つけたら、それに集中して繰り返し取り組みましょう。そうすると自然にそれに取り組むことが当たり前になり、できることになっています。そしてさらにもう少し頑張ればできることを次の目標にし取り組みます。肝心なのは、できないことはできないとして一旦諦めて、もう少し頑張ればできるだろうということを目標として見つけることです。それを繰り返すことが、できることを増やし自己肯定感を高めることにつながります。できないことから少し頑張ればできることを見つけ、できることを増やす。できないことはまずそれを認識し、逆算をして、今できることを見つけ取り組みましょう。そうするとできた経験を何度もすることになります。大切なのことは、どのような小さなことでも今の自分にできたことを良しとすることです。良しとすることは自己肯定をすることになります。それにより心に余裕ができ、ここまでであれば自分にできると思えるようになります。そしてそこまでは自信を持って取り組むことができるようになるでしょう。できないことは諦める。できないことはできないと認識した上で、どこまでだったらできるのかを逆算をしながら見つける。そしてそれが当たり前だと感じるまで続ける。その当たり前にできるようになったことを良しとし、自分を褒めてあげる。自己肯定感を高めるためには、このできることを見つけ、できた経験を増やしましょう。第4章、今ここに集中する。自己肯定感を高めるできることを増やすためには、今ここに集中して取り組む必要があります。今ここに取り組み続けることが、いつの間にか当たり前にできていることを増やし、結果的に課題をクリアすることにつながります。今ここは少し頑張ればできることにする。できなかったことを分析した上で見つけた今、ここに集中して取り組むことは、今の自分が少し頑張ればできることにします。そしてそれに取り組んでできた時は、自分を良しとし褒めてあげてください。それを積み重ねていくのです。第2章と第3章で述べた資格の勉強の例では、まずテキストを前に座ることに集中して取り組みます。テキストを前に座れたら、その自分を良しとして褒めてください。次に少し頑張ればできることを見つけます。先ほどはテキストを開くこととしました。そしてテキストを前に座って、テキストを開くことができた自分を良しとして褒めてあげてください。少し頑張ればできることができなかったら、もっと近い目標にする。その次は8分間テキストを読むことにしましたが、5分間しか読めなかったとします。その時は8分間読めなかった自分をダメだとするのではなく、5分間は読めたんだと認め、それを良しとしてください。そして5分間読み続けることを繰り返すと、それが自然なことになります。そしていつの間にか6分、7分、8分、9分となり、10分間読み続けることができるようになります。10分間に至るまで、その都度できた自分を良しとし褒めてあげてください。今ここに集中し、できたことの積み重ねが自信を作る。できたことに目を向け、それを良しとすることで、できた経験が積み重なり、自己肯定をする機会が増えます。そしてそれが自信を作ることにつながります。
自分はできると、できなかったことにとらわれるのではなく、できなかったことを分析し、少し頑張ればできることを見つけ、そこに集中してできた経験を積み重ねる。そして、できた自分を褒めてあげる。つまり、少し頑張ればできる今、ここに集中して取り組み、できたことに対して良しとすれば、自己肯定をすることができます。なぜなら、できたのですから、できた経験を積み重ね、自己肯定することが、自信を作るのです。第5章、今、ここの見つけ方。自信を作るために自己肯定感を高めるできたことを増やすために集中して取り組むべき今、ここをどのように見つければよいのでしょう。それは逆算をすることで見つかります。この章では具体的な事例を考えながら今ここを逆算して見つけたいと思います。集中すべき今、ここの見つけ方。営業職編。あなたは企業に勤める営業マンだとします。営業職ですので売上や利益などに関わる営業目標が定められ、それをいかに達成するかが会社からの評価になります。営業部には毎月売上目標を達成するエースもいれば、達成できたりできない月が交互する人、一回も達成ができない人もいるでしょう。売上目標を与えられた時、あなたはどう感じますか？これくらいならいけそうだ、ハードルの高い目標だ、どうしよう、達成できるわけがないから諦めよう。会社から与えられる目標は自分の考えでどうこうできるものではありません。しかし目標の捉え方は自分次第です。与えられた目標を最終的に達成するためには何をすべきか考えるでしょう。その時に逆算をします。例えばあなたは1サービス25万円の商品を扱っているとします。そして1ヶ月の売上目標として100万円という数値を与えられたとします。今のあなたには遠い目標で達成できる自信がなく呆然としています。そのような時、あなたは自信を持って日々の業務を遂行するためにまず何をするでしょうか？それでは集中すべき今、ここを1ヶ月の売上目標から逆算して見つけてみましょう。逆算開始。1ヶ月で100万円を売るためには1週間で25万円を売る必要がある。1週間で25万円売るためには1サービスを売る必要がある。1ヶ月4週と仮定。1サービスを売るためには5名のお客様と商談をすればいけるだろう。5名のお客様と商談をするためには50件のテレアポが必要だろう。1週間で50件のテレアポをするためには1日10件のテレアポをする必要があるだろう。週5日勤務と仮定。1日10件のテレアポをするためにはインターネットなどで20件のリサーチが必要だろう。1日20件のリサーチをするためには1時間で3件のリサーチが必要だろう。1日実働8時間勤務と仮定。1時間3件のリサーチするためには20分間で1件のリサーチが必要だろう。ここで逆算により集中して取り組むべき今、ここが出てきました。20分間で1件のリサーチをすることです。1ヶ月の売上100万円を達成するためには今は20分間で1件のリサーチをする。まずはこれに取り組みます。しかし取り組み始めて20分間に1件のリサーチがうまくいかなかったらどうしましょう？それはうまくいかなければいかないでよいのです。今の自分では20分間に1件のリサーチはできないと認め、それを良しとします。たとえ1件のリサーチをするために40分間かかってしまうとしても、それはそれで良いのです。今の自分では40分間かかることが分かったので、それで良いのです。40分間に1件のリサーチをして結果的に1ヶ月の売上が50万円しか実績を出せなかったとします。きっとそれをダメだ、情けない、悔しい、やはり無理だったなどと思うでしょう。しかしここで自分を卑下しても意味がないのです。まずは40分間で1件のリサーチができる自分のことを今の自分としてはよくできたと褒めてあげてください。そして次月は30分間で1件のリサーチができるようにしようと自分なりに少し頑張ればできることを目標とし、それに集中して取り組んでください。結果としてその月は70万円の売上実績だったとします。前月よりも上がっています。会社から与えられた目標に達しなくても今の自分の目標を達成したことを良しとしましょう。こうすることにより、ここまでだったら余裕でできる、ここまでだったらギリギリできる、これは少し無理すればできるだろうという感覚がつかめてきます。このようにできないことにとらわれるて呆然とするのではなく、逆算をすることで集中すべき今、ここに取り組み、できたことを増やすことで自己肯定し自信を作るのです。集中すべき今、ここの見つけ方。販売職編。あなたは家電量販店でスマートフォンの販売スタッフだとします。販売スタッフのあなたは1ヶ月の契約獲得目標として30件という数値を与えられたとします。この30件をどう捉えるでしょうか？無茶な目標だなと感じ、なんとなく売り場で時間を過ごしますか？それとも30件の契約を無茶だという先入観を持たずに、
どう達成すればよいかを考えますか？まずは契約獲得目標30件という数字を受け入れましょう。あなたがどう感じても、この目標は自分で変えられるものではありません。1ヶ月で30件の目標を達成するために集中すべき今、ここを逆算で考えます。逆算開始。1ヶ月で30件の契約を獲得するためには1週間で8件の契約を獲得する必要がある。1ヶ月4週と仮定。1週間で8件の契約を獲得するためには1日で2件の契約を獲得する必要がある。週5日勤務と仮定。1日で2件の契約を獲得するためには4時間で1件の契約を獲得する必要がある。1日実働8時。間勤務と仮定。4時間で1件の契約を獲得するためには4件の商談が必要だろう。ここはこれまでの経験や様子から自分で仮説を立てた数字となります。4時間で4件の商談をするためには1時間で1件の商談をする必要があるだろう。1時間で1件の商談をするためには6組に声かけをする必要があるだろう。1時間で6組に声をかけるためには10分間で1組に声をかける必要があるだろう。ここで10分間で1組に声かけをするという集中すべき今、ここで取り組むことが見つかりました。それでは10分間で1組に声をかけるためにはどうすればよいでしょうか？お客様に声かけしやすいポジションを見つけ、そこで待ち構えるのも良いでしょう。お客様が近寄って気やすく目を引くポップを作成し持ち歩くので良いでしょう。いずれにしても集中すべき今、ここが逆算によって明確になりました。10分で1組に声をかけると、まずはこれを続けてみてください。最初は10分間に1組の声かけも難しくできないかもしれません。そうであれば20分間に1組の声かけにしてみてください。その結果、月間の契約獲得目標の半分しか届かなかったとしても、それが今の自分なのです。そして20分間に1組の声かけができるようになったら、それができた自分を良しとして褒めることを忘れないでください。それができたら次は10分間に1組の声かけをやってみましょう。大切なことは、目標から逆算することで見つけた集中すべき今、ここに取り組み、それができた場合良しとして褒めることです。できた自分を認め続けることで自己肯定感が高まり自信が作られます。自信とは自分を信じること、つまり自分ができると信じることです。そのためにはできる自分を認識することが必要なのです。できなかったことにとらわれず、今の自分にはできないんだと諦めてください。そして逆算して、少し頑張ればできることを通じ、できた経験を増やすことが自信を作ることになるのです。第6章、できた経験の積み重ねが自信を作る。第5章で目標から逆算をすることで集中すべき今、ここの見つけ方を紹介しました。この章では自信を作るために積み重ねる必要があるできた経験について考えていきます。自信を作るためにはできた経験を増やす。自信があるということは、戦術の通り自分ができると信じることです。そして自分を信じるためにはできた自分を認識する機会を増やす必要があります。できる自分を認識する機会を増やすためには、できたこともできなかったことも良しとし、今の状態を受け入れることが大切です。またできたことを増やすためには、できなかったことを分析し、少し頑張ればできることを見つけ、それを継続して取り組みます。そうすることで、それがいつの間にかできることになります。できることが当たり前になれば、さらにもう少し頑張ればできることに取り組む範囲を広げます。そうすることで、できた自分を認識する機会を増やすことができます。できたこともできなかったことも良しとすることが良い経験になる。経験は自分の捉え方によって良い経験にも悪い経験にもなります。経験とは、ある出来事が起きた時、その出来事に対して意味付けを行った時点で初めて経験になります。その意味付け次第で出来事は良い経験にも悪い経験にもなります。そのため、良い経験は出来事に対して良い意味付けをすることで獲得できます。例えば、朝スマホを自宅に忘れたまま外出をしたとします。スマホは普段肌身離さず持っているものなので、ちょっとした隙間時間や電車に乗っている時などの移動時間にはゲームをしたりインターネットを見たり、欠かせないものになっているでしょう。その欠かせないものを1日持たずに生活を送ることになってしまったとします。そこで、あなたはスマホを忘れたという出来事に対しどのような意味付けをするでしょうか？不便で困ったなと思うだけでしょうか？それとも、普段はスマホを操作している隙間時間に本屋に寄ってみよう、電車では車内広告をじっくり見てみよう、人を観察してみようなどと捉えてみたらどうでしょうか？普段は立ち寄らない本屋で興味深い本を発見し、新たな知識や気づきを得るかもしれません。
そうなるとスマホを忘れたという一件失敗したなという出来事が、スマホを忘れたおかげで本屋に立ち寄り新たな情報を得たという良い経験にすることができます。しかしスマホを忘れて困ったな失敗したなだけでは、その出来事は悪い経験として蓄積されてしまいます。良い経験をするためには良い意味付けをする。このように同じ出来事でも意味付け次第で良い経験にも悪い経験にもなります。良い経験をするためにはどのような出来事に対しても良い意味付けを行う癖をつければ、誰でも良い経験を獲得できるのです。ある課題に直面した時、できなかったことを良しとするというのは違和感があると思います。しかしできなかったことを放置せず分析することで、もう少し頑張ればできることを見つけるために必要なことだったのだと受け入れ、それを良しとすることでできなかったことも良い経験になるのです。つまりできなかったことはできた経験を増やすために必要となる良い経験なのです。後書き。本書では自信を作る方法として、一目標から逆算し、できることとできないことを受け入れる、2できないことを分析し、もう少し頑張ればできることを見つける、3それを集中すべき今こことして繰り返し取り組む、4繰り返し取り組むことによりいつの間にかできることになっているということを述べました。自信を作るためにはできた経験を積み重ね、自己肯定感を高めることが最も効果的な方法なのです。最後に皆さんも下記の質問に沿い、今直面している課題から逆算をして、集中すべき今ここを見つけてみましょう。逆算して見つけた今ここですべきことに取り組み、できた経験を積み重ねましょう。このように逆算することがあなたにとっての自信を作るための第一歩になることを祈っています。集中すべき今ここを見つける質問。9.1 ヶ月間の目標は何ですか。9.1 ヶ月間の目標を達成するために1週間で何をしますか。9.1 週間の目標を達成するために1日で何をしますか。9.1 日の目標を達成するために1時間で何をしますか。9.1 時間の目標を達成するために30分間で何をしますか。9.30 分間の目標を達成するために10分間で何をしますか。9.10 分間での目標を達成するために今すべきことは何ですか。ここで見つけた今すべきことに早速取り組みましょう。